はい、ということでね、今回は島根県の松江市、今宍道湖のね夕景を映しておりますが、この後にね、出雲大社に向かいます。このシーンねちょっとだけ覚えておいてください。はい、またね最後にこの宍道湖の夕日夕景に戻ってまいります。はい、ということで一気にね、出雲大社に参りました。はい、出雲大社さんはね朝の6時、季節によって違うかもしれませんが、この日はね6時に開門いたしました。ということで朝からね、地元の方だと思われます、こういうふうにご熱心にね参拝に来ている方がいらっしゃいました。今映っていたところがね楼門、この向こうにご本殿があります。はい、ということでね、6時前暗すぎてですね、ちょっと有名なね出雲大社って書いてある大きなね鳥居が映ってるところあるんですが、そこのあたりは暗すぎてねちょっと映像として、撮ることができませんでした。ノイズばかりになるのでね、ということで、それはね最後に8枚ぐらい写真でね、載せておきます。ということで手水舎はね今一見小さいものしか見えなかったですけど、その手前にもね大きなものがございます。はい、ということでここ楼門、この奥にねご本殿があるんですが、ご本殿は、実はね裏から見た方が、よく見えます。正面からではねちょっと遠くてね見えません。ということで裏に回ります。今これね東側、右側にね曲がっております。はい、で今ね正面に映ってるこの長い、横に長い建物ですね、これは、はい、今文字が出してますけれども、東のね十九社と言います。十九社、何かと言いますと、このね神在月に八百万の神々が宿泊する場所と言われています。これはね東西にあります。今のが東の十九社で、19のねお社があると思っていただければと思います。一つ一つね全部開きます。はい、で私ね実は母親がね松江の出身ということもあって、出雲大社にはもう10回どころか、もしかしたら20回とか、そのぐらい来ております。はい、でこのね出雲大社裏に回るとご本殿がありますよと先ほど申しましたが、実はねそのご本殿、それより少し高いところに蘇我の社と言いまして、スサノオの御事をね祀ったお社がございます。出雲大社は今は大国主の御事を主祭神としていますが、確かにこれ江戸時代、もしかしたら家光かな、三代将軍家光の時代だったかと思います。もしかしたら違いますよ。はい、あ、その前にねこれ言っておきます。最後に稲佐の浜動画とね写真8枚、これは暗い時間のものですね。そして先ほど見ていただいた宍道湖の夕景ですね、非常にね美しい、お母さんとちっちゃな子供がね映ってますんで、もしよろしければそこまで見てください。ということで今ね右側、奥の右側にね人がいらっしゃいますけど、こちらにあるのが蘇我の社でございます。先ほど申しましたように江戸時代までというか、これ時代によってね主祭神がちょっと変わってきてるんですが、こちらではスサノオの御事が主祭神として祀られております。はい、で、ここね階段上がっていきます。はい、そしてね右の方に回っていただくと、というかね多くの方がね実は右の方に回っていきます。はい、で軽くねちょっと挨拶をいたしました。はい、ということでね、多くの方がねここで参拝するだけでなくて、実はね右の方に回ります。これ左の方にねなんか箱が見えますよね。ここに稲佐の浜の砂があります。はい、でねこれ今私ちょっとさーっと通っちゃうんですけど、この裏に回ってねこの岩の方にね祈願、お祈りをしている方もいらっしゃいます。そしてこの菅の社を来た方はね必ずと言っていいぐらいここをね回って、そして中にはね稲佐の浜で、なんて言うんだろうな、砂を取ってきてこちらの砂と交換をするという方もいらっしゃいます。で中にはねこちらの、いただいた砂をねそれこそ家を建てるときにそれこそその砂を撒くとか、そういったことに使っている方もいらっしゃいます。はい、でこちら今ね階段降りてまっすぐ向かうと出雲大社のご本殿がございます。ちょっとね下の方映してますかね。はい、ここにねはいご本殿が見えてきました。ここが一番ご本殿に近いところでございまして、それこそご本殿が一番よく見える位置とも言えますね。
はい、ということで、ご本殿に一番近い、ただね、ここの位置からの問題点は唯一主祭神たる、大国主の御事のこれは右の横顔を見ている形になります。ということで、大国主の御事様とですね、正面から向かい合う場所がまたございます。それは後でね、また写してますんでね。で、こちらね、可愛らしいうさぎ、石のうさぎさんがね、いらっしゃいました。ということで、これはね、稲葉の白うさぎにちなんだものなのかなと思いますが、はい、実はね、この白うさぎ、古事記ではこういうふうに書いていません。はい、こう書くとね、月の異名、月を意味するらしいです。なので、その前に出したね、字を使っているはずです。あれはね、まあ、一つの説で言うと、まあ、皮が剥がされたというね、要するに裸の状態のうさぎを表してるんじゃないかと言われてます。で、最後に写したね、一匹のうさぎちゃん、可愛らしいハートのマークを持っております。まあ、普通はね、神社とかお寺に行くとね、ハートのマークじゃなくて猪目って言うんですけど、まあそれは他の動画で話してます。はい、ということでね、斜めの位置からの出雲大社、あちらご本殿ですね、非常にこの角度もね、美しく大きくご本殿が見える場所になっています。なのでね、結構ね、ここで写真撮ってる方あんまいらっしゃらないんですけど、実はよく見える位置なので、私は好きな角度でございます。ということでね、もう12、3年前になるのかな、出雲大社の、まあ、式年遷宮というか、まあ、出雲、伊勢神宮のようにね、20年に一度というわけではなくて、60数年に1回ですけどね、それが2、3年前かな、ありましたよね。私もね、その時は御本殿、中をね、見ることができました。うん、本当にね、ヤクモ、まあ、実際はね、数が違うはずなんですけどね、非常に美しい雲がね、中に描かれていた。それがね、もうね、人生で2回目は多分普通ないんでね、運が良くて1回、むちゃくちゃ運が良かったら2回見えることできますけどね。なんでね、まあ一応私は、そういう意味では運が良く、出雲大社のね、こちら5本で、まあ、生涯に1回だけでしょうけど、上がることができたと。階段でトコトコトコって上がることができたんですよ。式年遷宮の時にね。はい。ということで、出雲大社ご本殿、一番近いのが後ろでございます。これはね、絶対後ろに、来てくださいね。ツアーできたらね、前の方だけでね、終わらす方いらっしゃると思うんでね、ぜひぜひ来てください。ということで、これから、出雲大社右の方に回っていきます。右の方に回っていくと、出雲大社のご本殿の西側に位置します。西側に位置するということは、先ほど少し申しましたが、主祭神たる大国主の御事様と正面にね、向かうことができます。それを知ってる方はね、まあ、一応説明版で書いてあるんですけど、それをね、知らない方っていうのはそのまま素通りしていっちゃうんで、非常にもったいないかなというふうに思います。で、これまた諸説あるんですが、大国主の御事がね、なぜ西を向いてるのか、これははっきりとはわからないみたいですけど、西の方向に何があるかというと、最初に言いましたが、稲佐の浜がございます。すなわち矢をよろずの神々が上がってくる、神有月にね、上がってくる、その海の砂浜がございます。ということでね、そちらの方を向いていると言われております。今ね、これ真正面、参道というかね、あって少しだけ飛び出してるところ分かりますかね。ここが、大国主の御事の正面に位置する場所になります。はい、その数メートル手前のところですね、これですね。はい、ここがこの左側ですね。ご本殿の方を向かいますと、こちらに、大国主の御事、これがね、正面の位置になります。ということで、こちらでね、参拝する方も非常に多いです。まあ、知ってる方はね、必ずと言ってぐらいこちら参拝していきます。はい、ということでね、ぜひ皆さん来られたときは、こちらの方にもね、来ていただければと思います。そしてほらね、人が来たので、私は、撤退でございます。はい、こういうキノコも見つけたのでね。はい、で、先ほど最初に言いました、6時に開門でしたが、そろそろね、7時に、まあ今なってるって言いましたけど、7時ちょっと前になりました。ということでね、太陽も、いい感じでね、出てきまして、神々しい光がね、出雲大社をさらに美しくしております。はい、ということでね、ここ面白いでしょ。おみくじに引かれた方がね、ここに結びつけてるっていうのがね、いっぱいあります。これがもうちょっと、それこそ何て言うんだろう、社務所の方に近いところになると、おみくじがね、いっぱいいっぱい本当に、結びつけられております。
ただおみくじってね、いいもんだったらね、本当持って帰っていいもんですからね、必ず結びつけなければいけないもんじゃないですからね、皆さんそれを勘違いしている方が時々いらっしゃいますけどね、いいもんだったらぜひぜひ持って帰っていただければと思います。でちなみにあそこ蘇我社ありましたけどね、スタノオノミコトを祀ってるあの後ろには八雲山というのがあります。はい、八雲山ですね。ぜひこちらの方にね、スタノオノミコトに対する手合わせと合わせて、八雲山の方にもね、おそらくこれ間違いなく聖地だと思うので手を合わせていただければと思います。でこちら、こちらもね、西の十九社です。こちらも、神在月にはね、八百万の神々が宿泊する場所です。でこれを撮影した後にも実は私行ってるんですが、その時はね、女性がこの一つ一つの扉に向かってずっと熱心にね、お祈りしておりました。これはよほどのことがあるんだなと思ってね、私はもう静かにその場を去りましたけど、はい、ということで、そろそろね、午前7時になりました。もう7時、この日はね、確かね、まあ土曜日だったとは思います。はい、土曜日だったんでね、本当人様がどうしてもね、あっという間に増えてくるというふうに私は思ったので、実はね、参拝はしてるんですけど、いつものようなね、2分のような実は参拝時間ございませんで、そうなんです。言うの忘れてました。一番大事なこと、参拝時間がね、実はなかったんです。なのでもしよろしければ、ご本殿の後ろの方でね、また撮影しているところ、もう一度戻ってね、後で結構ですので戻っていただいて、そこで動画止めていただいて参拝していただければと思います。最初に言おうと思ってたのに忘れていました。ごめんなさい。ということで、出雲大社、正面だとこうなっちゃうんですよ。ご本殿がほとんど見えないのでね、そうしていただければと思います。ということで午前7時に、ね、なったばっかりなんですけど、見ての通りもう7時にね、社務所の前2箇所、あれ両方そうなんですけど、もう人がね並んでました。ということでこれはね、神楽殿になります。大しめ縄がねすごく有名なところでございます。ということでね、神楽殿でもこういう風に参拝している方がいらっしゃいます。そしてこの綺麗なしめ縄、ここにねお金をね投げ込むっていうね、思いっきり投げて差し込むっていうのがね、実はね、子供の頃によくやりました。本当によくやりました。で、大人になって、出雲大社の方に聞きました。何か言われがあるんでしょうかって。そしたら、私どもはそのような言われは存じ上げませんって言われました。はい、ただ皆様が楽しんでやってるのでそのままにしておりますというふうにおっしゃってましたね。はい、でここはね、国旗掲揚台でございます。高さがね47メートルです。なぜ47メートルかというと、昔ね、出雲大社は48メートルあったと言われております。はい、その48メートルあったと言われている時代の、まあ、鎌倉時代かな、の柱ね、はい、これがね見つかってます。渦柱か、渦柱、あとでね、その後の写真があります。でこちら、これがね、原江の社と言います。見えますかね、瀬織姫とかね、はい、早秋津姫、伊吹戸主、早さすら姫、その、伊吹戸四神ですね、こちらを祀った原江の社が出雲大社2箇所あります。2箇所あります。これは神楽で古希掲揚台の前と、あと先ほど言いました、最初に言った暗くて、取れなかったというね、石のね鳥居の近くにもあります。ということで稲佐の浜に来ました。稲佐の浜の動画の後に写真、そして宍道湖の、夕日夕景でこの動画を終わりたいと思います。はい、ということでね、こちら稲佐の浜、ここにね弁天島がございます。弁天島、これですね、私行った時ね、海の中に浮かんでるのは見たことがありません。常に砂浜の状態でございます。この弁天島というぐらいなんでね、おそらく祀られている神様は、弁財天一木島姫の御事だろうと思います。はい、ということでね、こちら、映ってないですけどね、賽銭箱もありますんでね、ずいぶん手前の方にねありますんで、こちらの方もね、すっごい人気のとこなので、車も駐車場もありますんで、ぜひ来ていただければと思います。ただ駐車場あんまり大きくないから、もしかしたらね止められない可能性もあります。はい、ちなみに出雲大社から1キロほどですね。だから歩いて来ようと思ったら歩いて来れます。はい、でもし歩いて来る、もしくは、車で来てもいいんですけど、途中にね左側に出雲の国のねお墓もありますんで、もし、よければ見てください。これね、はい、写真にございます。これね、結構暗いんですよ。まだまだね5時半とかその時間だとなかなかねノイズが、あ、これです、これが原江戸の社でございます。だからね、ここはね本当日中は多くの人が来てます。でこれね鎌倉時代だと思いますが、このね木の柱の跡が発見されてます。
これでね高さやっぱり48メートルあったんだろうということが言われております。これはねお清めの、砂でございます。稲佐の浜で取ってきたものをあそこに持っていく、それは先ほど言いましたが菅野社ですね、砂の御事をお祭りしているところでございます。はい、これね最後に宍道湖の夕景でございます。お母さんとねちっちゃな女の子遊んでましたということで、これね宍道湖の夕日ね、これ本当に綺麗です。うん、本当に綺麗です。実はねもっとこの後の時間の方が、本当にね光り輝いていて綺麗だったんですけど、まあそれよりもねお母さんとこのちっちゃな子供がいる方が夕日以上に綺麗かなと思いまして、こう最後のシーンにね選ばせていただきました。ということで出雲大社さんね、私たち、日本にとっても大切な神社の一つです。まあ全ての神社が大切ですけどね、ぜひね皆さんいつの季節でもいいので、来ていただければと思います。ということで今回は出雲大社でございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。